これ美味しいんで、食べに行った方がいい。今度はね、ガイドさん心配してた。石井レブン、一例だったから。で、昼間じゃないか。Thank you.
毛虫だらけ、毛虫だらけ、全然クワガタの黒字もない。まだ早い。失礼します。